4月ボーンとダウンして、うわーって思ったのを5月はさらにダウンした。だから一度が何円とかじゃならないわけですよ。5月分の収益はこちらになります。長期的に支えてくれるスポンサーができました。さあ、では始まりました。もちゃチャンネルです。今回はですね、はい、皆様お待ちかねの収益公開になりますね。今回は5月のですね、収益を全部発表したいと思います。はい、YouTube の収益ですね。まあ、これをね、毎回はなきゃいけないんですけど、受け取った収益は発表して構いませんから、毎度ですね、収益発表していいんですか？それ規約違反じゃないんですか？っていうコメントですね、やめてください。違反じゃありません。ちゃんと受け取った額はすべて発表していいです。だから、全額言いますよ。で、まあね、YouTube に関してもね、分かったことがね、いっぱいあるのでね、その辺のこともね、ちょっと話していこうかなと思いますね。まあ、いわゆる3月っていうのが、まあ、かなり良かったと。しかし、その後ですね、まあ、一気にね、コロナで不景気になったので、4月、ボーンとダウンして、うわーって思ったのを、5月はさらにダウンした。やばっていう感じになったと思います。で、6月は、あんま5月と変わんないけど、5月よりは良くなってるんじゃないかなという見込みです。まあ、まだ確定してないので、6月の方は話せませんが、5月については全て話そうかなと思いますね。いや、ほんとね、いろんなことが分かりました。この YouTube のアナリティクスとか見れるんですけど、そういうのあんま見てなかったんで、ちゃんと見ると分かることも多かったし、広告についてもいろんなこと知らなかった。まあ、パソコンで見てる人だと、こうほら、ここに出るさ、バナー広告でしたっけ？ああいうのもあればさ、全部ほら、画面がもう変わって広告になるやつあるじゃないですか。で、結構質問とか来てたんですよ。広告って全部見た方がいいんですかね？とかね。そうなのかな？いや、別に広告なんてスキップしようがしまいが、同じようなもんなんじゃねえのって思ってたんだけど、あれさ、広告って2つ流れるの多いよね。知ってました？2つのうち1個の広告が流れてますみたいなのがさ、こっちどっちかに出てるよね。あの ちっちゃく下に。だから2つ出てる場合って、1個全部見終わるまで待って、で、2個目が流れるのを待った方が絶対高くなるよね。そんなこともね、つい最近知った。だからよくよく考えたらね、それ出た時にさ、2つ見た方が収益としてはね、高くなるわけだよね。なんでやってみてください、皆さんですね。2つの時は。でもさ、それがさ、1個目の広告がね、15秒とかだったらさ、まあ、特に5秒のやつだったらいいんですけど、5秒だとなんかスキップできないですか？15秒ぐらいのやつだったらさ、全然待っててもさ、いいじゃないですか。2つ広告見ることもよくあります。だから河合塾のね、夏期講習のお知らせの後に夜ゼミの夏期講習のお知らせが出てくることってよくあるじゃないですか。学研プライムの後にスタサブが出てきたりとか、そういうのもよくあるんですけど、その短いやつだと全然いいんだけどさ、あれ1個がさ、1分とかさ、3分とかさ、5分とかさ、そういうやつだった場合は困るよね。あれ出てきちゃうとさすがにスキップしちゃう。で、なんかさ、安い広告ね、漫画のさ、やつも多いってさ、言われてたじゃないですか。さらにはどうですか、この広告、あ、減ったかな、一時期よりは。このバナーでさ、不要な広告を非表示にってさ、出てくることないですか。これつまりはさ、広告費ゼロってことだよね、多分ね。入ってこないやつでね、こいつは広告じゃないもんね。どうやったら不要な広告を表示にできるかっていうことをお知らせしてくれるだけのやつとかさ、あとアンケートだけのやつとかね、ああいうの出ると、あ、悲しいなって思うよね。あと結構出てたのが、 Google で広告載っけませんかっていうの。うわー、これも Google 自体の広告じゃんと思って、これもきっと入ってないんだろうな、お金とか思えないもんね。という形で広告っていろいろ違うなっていうのを最近ようやく分かった。で、あとはさ、この10分以上の動画だと複数広告入れられるんですけど、それ入れるとさ、結構出ないこともあるわけですよ。特にね、最後のが出やすい。一番最初のさ、動画始まる前の一番最初のやつは出るんですけど、その後1個2個とかね、出てこないこともしょっちゅうありますね。そう、だから広告表示されないってこともあって、最後の3つ目に入れたやつとか、4つだったら4つ目に入れたやつとかだけ表示されるってことも結構ある。だから悲しいですね。そう、だから一度が何円とかにはならないわけですよ、皆さんはね。で、あとは全部表示されたとしても、バナーで最後のやつだけ普通に画面全部切り替わる広告とか、あ、最後のやつだけ高いのが出てくるんだな、長い間見られてる時だけね、高い広告が出るっていう傾向もあるなと思ってます。もちろん全部が全部じゃないですよ。前置きはこれぐらいにして、では行きましょうか。2月に振り込まれている1月の収益が38万3400円で、ああ、やっ
と家賃とか賄えるようになったなっていう感じでした。そして3月に入っている2月分の収益が661,349円ですね。あ、これだったらもう大丈夫だな、もう YouTuber 生活できるじゃんっていうふうに思い、4月に3月分のが入って、それが1,229,782円で、よし、もう大丈夫だ、俺だったら全然いけるぜっていうふうになったわけですよね。で、来ちゃったわけですね、コロナショックの不景気がボーンとですね、ガーンと押し寄せてきてですね、それによってまあ下がるわけです。で、下がったのがで、4月の収益、5月に振り込まれてるやつが802,996円と、まあ100万円は下回ったけれども、それでもまあ持ちこたえたっていう感じですよね。なんとか頑張ったっていう感じですよ。助かりましたと。まあサブチャンネルとかもね、だんだん登録者も増えてきて見られるようになってったっていうのも結構あったと思います。そして、そうです、下がった5月分発表しますね。さあ、5月分の収益はこちらになります。一番下の桁が1、え、こっちから出るのか、1,5,6,8,9、最後4ですね。498,651円という形になりました。はい、下がりましたね。これじゃあ生活はできないですね。家賃とその他経費を払うだけで全部が消えてしまいますね。まあ、だ30万円以上ダウンっていうことですよね。だ4月と比べると、いや、これはだいぶダウンしましたね。で、2月にも勝ててないんですよ。2月よりも、はるかに登録者数も多い。それでも、まあ、ほぼほぼ1月の収益と変わんないところまで落っこちてますから、で、やばいですね。広告単価がめちゃくちゃ下がってるっていうのがよくわかりますね。そうそう、国別のやつとかでもアメリカがすごい高かったのに、単価がアメリカ、オーストラリアより低くなってますね。シンガポールとかも激下がりしてる。それもね、見るとわかるんですよ。いろいろ世界が不景気になってるっていうのがね、すごくよくわかります。メインチャンネルの方が43万円ぐらいですね。サブチャンが7万円ぐらいっていう感じかな。ねえ、どうなんでしょうね、これね。6月はどうなるのかな。じゃあね、どんな動画が、あ、サブちゃんはね、もうそうそう、1万再生超えるのがね、ゴロゴロ出てくるようになったんで、まあ、これがね、一気に再生されましたよね。このトイック満点講師が英語クイズで無双したっていうのは、これが8万再生とか言ってますもんね、サブちゃんなのに。じゃあこの期間のね、収益が高かった動画発表します。一番高かったのはですね、これ韓国大学ランキング、韓国のランキングをね、カリスさんとね喋った韓国の風民とかってやったやつですね。これが最も収益が高かったですね。まあ視聴回数ももね10万超えてるやつで、視聴時間も長いですね。で、うおー、こんだけ言ってんだから、それで収益見るとふわーみたいなね、引く、これで1位かいっていう状況ですね。でぶっちゃけやばいです。で、2位がですね、3月の収益を発表している動画ですね。収益公開動画で収益、これがその間7万再生ね。で、次が1学期英語勉強法ね。そうそう、これリクエストだったからやったやつで、これが8万再生だね。ああ、収益は7万再生の発表の方が高いんだ。で、次が9月入学は可能なのか、流行りをついたやつですね。で、次がトイックのための英単語勉強法ですね。これ結構今再生されてて、まあ5月1週間ですね、1週間だけでランクインした形になりますね。で、なんとその次はですね、3月に出てるさよなら投信がまたですね、5月にもランクインしてるというですね、すごいですね、人気ですね。そして次に、ただ呼び理系チャンネル指導で、あの長嶋先生のね紹介、その次が意外でね、国連英検特 A 級に受かった勉強法、これすごいギリギリに作ったやつなのに、出す予定だった動画が出せなくなったから、もう超ギリギリで作ったやつなのにすごい再生されてる。で、そっから下はもう、あ、全然高くはないですけど、その下に医学部ランキング強いですね、細井先生のね、そういう形で、まあ、エフラン大学の授業とかも人気が高いですね。エフラン大のね現状について語ったやつとかもね高いし、あとこのねコロナ復興で超学歴社会到来とか、これ5月31日最後のたったの1日なのにもうランクインしてるんですね。で、じゃあどうすんだと、もうこれでは暮らしていけんと、 YouTube 一本じゃ無理じゃないかって思うんですが、
長期的に支えてくれるスポンサーができました。やっぱねクラウドファンディングしてくださいとかねあったんだけど、やっぱクラウドファンディングはねまあできなくはないんだけど、なんかやっぱその分こうちゃんとその人たちに毎回とか毎月とか見返りを出さなきゃって思っちゃうんで、それ難しいなと思っててちょっと大変だなと思ったんですけど、一つでもスポンサーがあればちゃんとできるかなと。その編集もやっぱもう忙しすぎて、ただ読みの方がだから自分のメインチャンネルを当然編集他に振ったらそれに費用がかかってしまうし、出演者の交渉とかスケジュールとかですね結構大変なんですよ。そのスポンサーがつけばその辺のことも費用を出してくれるってことになってるので、よかったっていう感じになってます。なんでスポンサーのおかげでやっていけるという感じになると思ってください。まあそのことに関してはね近日きちんと発表したいと思いますので、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。7月回復の兆しあんじゃないかなと僕は踏んでるんですよね。そんな変わんないかな。いやでもちょっと6月よりはいい気がするな。まだ数日しか見てないけど。